第11節、屈折角。前の節では、光の屈折について学びました。ここでは、光の屈折に関する用語を学びます。その前に、問い1をやってください。光は、ある物質から種類の違う物質に進むとき、その境界面で曲がります。その現象を光の屈折と言いましたね。その屈折して進む光線を屈折光線と言います。問い2をやってください。入射点に垂線を立てます。その垂線と屈折光線との角を屈折角と言います。問い3、問い4をやってください。問い3、問い4はできましたね。屈折角は屈折光線と入射点に立てた垂線との角です。垂線との間の角だということに注意してください。境目との間の角と勘違いしてしまう生徒が少なくありません。問い5はその点に注意してやってください。問い6は自分で垂線を引いて屈折角はどこかを考えましょう。垂線を引かないと間違えてしまいますよ。これでこの節の説明を終わります。